武漢頑張れ頑張れ頑張れ武漢。先日日本から中国に届けられました物資にこのような言葉が書かれていたそうです。春春 EU 元月冬天。日本語では三戦いい気風月同天。この言葉はこれは別の異なる場所に見暮らしておりましても自然を通してつながっているんだということでございまして、唐の時代に鑑真和上が日本の皇室の方から送られた袈裟に刺繍されたこの言葉に感銘を受けて日本復帰を決意したというふうに伝え聞いております。私はこの言葉を武漢そして湖北省そして中国全般にわたって危機に直面をして、そして危機に対して心強く大変強く立ち向かっておられます全ての中国の友人の皆さん、そして運命共同体でございますので全ての人々に対して送りたいと思っています。あなた方は決して一人ではありません。私たちも共に向かい合って戦っていくのだと、そんな決意でもございます。更多精彩尽在中国新闻网客户端。